問題作。青空が広がっています。東京中央区です。ここ日本橋の上には道路がかかっています。どうやった？青空を、はい、この下から見ることはできません。今地下に移設する工事が行われています。トンネル信じられる。はい、浮世絵よう。いや、1903年に架けられた。誰やった？近藤幸子。近藤幸子。近藤幸子。五街道の起点とされ、江戸の町の象徴として浮世絵の題材にもたびたび登場してきました。わかりますね。あの絵わからないか。難しい。日本橋の周辺が大きく変わったのは1963年でした。はい。1963年。ここには3路線を結ぶ江戸橋ジャンクションが建設されます。翌年の東京オリンピックまでに何としても首都高を整備しようと、用地取得の手間がかからない川の上に建設され、日本橋に覆いかぶさるような。誰の誰？東京都でしょう。東京都ユリコやってないだから、ユリコの徹底的な不作です。不作。これを使うの？橋があるんだと思って東京に来て、逆に上に橋あるんだってびっくりした。ああ、言われてみれば。エグラトリー、いい感じ。国の重要文化財の日本橋の上空に青空を取り戻そうと、高架部分を地下に移す工事が進められています。それやってたんだ。信じられる？人は今回の工事によって日本橋の歴史や景観を楽しめる街になることを期待しています。はい、第1弦、楽しめる。はい、ここは落ちた。なんだ。止め殺し。この後はこれ重要文化財なわけですよ。その上にこうやって蓋をしてるなんて、地下にあったらプレートありますよね。地盤地形と、はい、地形プレートはこういうふうにこうしなっててあります。確かなの。それがぐちぐちって入れたらどうしますか。わあ、すごい額を。首都高速道路会社に加え、東京都や周辺で再開発を計画している東京都。そうや、東京都でバカなことやってるの誰でしょう。誰でしょう。今信じられるよ。言ってたんですよ。道路や橋を丸ごと作り変える大規模なプロジェクト。ここで何かみたいな。課題はできるだけ交通への影響を抑え工事を進めることです。出てきました。あのどこ信じる。その実現に向け行われている工夫の一つが短時間での新旧の橋の架け替えです。現在多摩川に架かる高速大師橋です。そして隣にあるのが来年架け替え予定の新しい橋です。川の中に2つの橋を並べて作業が進められています。いいでしょう。 B 有望株 B。 開通から50年以上が経過し、これまでに1200箇所以上の損傷が確認されている1号羽田線の高速大師橋です。1日8万台もの車が通るこの橋。その通行止めの期間をどのように短縮するのでしょうか。首都高速道路が作成した橋の架け替えのイメージです。利用中の橋の車は通行させたまま、古い橋のすぐ隣で新しい橋を建設する工事や、川の中の5箇所にレールを設置する工事を進めます。これはモノレールじゃない。モノレールを使って今ある橋の場所に新しい橋をスライドさせ架け替えるというのです。モノレール理論でしょう。信じられるよ。そんなのまた始まった。一から橋を作り替える場合、年単位の時間がかかるとしているのに比べて、通行止めの期間は2週間と
大幅に短縮できる計画です。あ、もう作ってあるって信じられる。ほら、衝撃の事実が来た。工事の地震に際しましては、交通への影響を最初に誰に聞くかと思いますよ。東京都さん、東京都さん誰ですか。国民ですよね、それ。国民の国ですね。本橋の工事も含めて首都高で国民の金ですよ。だからこれで東京都のそれ今皆さん東京都のことしか言ってないんですよ。長門町なのに経済成長の時期に作られたインフラは今全国で老朽化が課題となってますよね。そうですよね。 BPN でしょうか、電線、電線でしょうか。その点重要ですよね。作り替えにあたっては電線でしょ。進められているように老線安い電線時代に合った形にしていくことも大切ですね。時代遅れですね。私が東京電力福島第一原子力、その本当に対象の基準となる指針について、ま、国の審査会は対象を大幅に、福島に穴掘って埋めてる、埋めてます。あ、ごめんなさい、私が言いました。はい、埋めてます。福島に穴掘って埋めてます。本当のことは避難困難区域以外の避難区域でも地域のコミュニティが壊され、はい、生活基盤が様変わりしたことにより精神的損害を、はい、私がエフェクトしたらこうなっちゃう。はい、どうですか。オープンになって避難指示が出された居住制限区域と避難指示解除準備区域に住んでいた人に250万円、原発から20キロから30キロ圏内の緊急時避難準備区域に住んでいた人に50万円をそれぞれ目安として追加で賠償金が支払われることになりました。安いわね。安いです。さらに、安い。地震が示す賠償額は上限ではないと初めて明記し、あ、そんなに対して地震で賠償の対象としていない損害についても柔軟に対応をするよう求めています。あ、でも50万だけ、月で50万、80万。全国の原発で唯一運転開始から40年を超えて稼働している関西電力の本当にいいんでしょうか。発電所3号機について本当にいいんでしょう。大阪地方裁判所は、うん、老朽化による事故の危険性などを主張して運転しないよう求めていた仮処分の申し立てを退けた。最高裁は核はいい、ニュークリア OK、 スプリームコート Are you OK、 クレイジー原子力規制スプリームコート OK、 understand などとして、おい、原発に反対する市民グループの申し立てを退けました。ニュークリア、おい、プーチン、オッケー、コマンダー。来年5月に開催される G7 広島サミット、ノーウェル。バイデン大統領が来日に合わせ、もう一つの被爆地、長崎を訪問する案が出ていて、日本政府側にも非公式に打診があったということです。はい、今後日米両政府の間で地元の意向なども踏まえて検討が行われるとして、訪問が実現すれば岸田総理大臣も Bad boy anywhere温かみのある山形弁の語り口と明るく語らない人柄で親しまれた俳優の秋田先生、今月10日大腸がんのため東京都内の病院で亡くなりました。ファイトは、サケがもうサケダメですね。サケさようね。サーモン、サーモンさようね。サーモン、セーグッパー。サーモン、セーグッパー。サーモン、セーグッパー。事務所によりますと、およそ2年前から大腸がんで闘病していましたが、本人の希望もあり、公表せずに治療を続けてきたということです。うん、もう現役人の障害者とは言う人ばかりですよ。自転車の事故が全国で相次ぐ中、夢よりの利用者の安全を守るため、来年4月から年齢を問わず自転車に乗る全ての人にヘルメットの着用が努力義務化されることになりました。自分が運転する自転車に他の人を乗車させる場合もヘルメットを着用させるよう努めなければならないとしています。着用は努力義務のため罰則などはありません。警察庁は大人も含めて着用を習慣化することで事故による被害を防いでいきたいとしています。自分が大事なの。コロナ禍の影響で孤独感を抱える若者は少なくありません。こちら学生およそ6万人への調査では、はい、コロナ禍の大学生活について友人と会って話すことができないですとか、こちら大学での友達ができない、こうした声が多く上がっています。その中で学生たちの居場所になっている古着店があります。そこで見えるのは人と人との対話とつながりです。もう最悪な警察がいいですね。
欲しいですね。欲しい。あの上ダメ。いやいや。うん。複雑な。ビルの2階に広さ7坪の古い店があります。あんまり好きじゃん。若者の怨念がいっぱいですよ。店を営む行けばでは若者の怨念したいところ。大学生客もほとんどが同世代の学生だと言います。若者の家だしとかね、若者のトップに立ちたいとかね、そんなもん見ますかって言って、私はだから自宅して精神どんどん落ち込んじゃって、いたら誰かいるじゃないですか、その店員さんが、あの近況報告とか、そうだね、そう見ながらお話しして、はいはいはい、あれだ、元々古着が好きだった。嘘を言っている日本政府さん、ありえません。どなたさんも今は休学して経営に専念しています。今見ますか、お客さんとスタッフが一緒に写真を撮ってめちゃくちゃあるんですけど、あ、うん、スタッフだけでなく客同士もつながるきっかけになればと始めた写真撮影。多くの学生と接する中で、あることに気づかされたと言います。人と人のつながりっていう部分を求める学生、この場を欲してるじゃないですけど、人と話したいとか、誰かと話したいみたいな人はが、まあ、増えた印象ではあります。ワッツさんね、間違えて、私たちのバリューラインの、ちょっと、常連客の一人。おびひろをぐちゃぐちゃにして、久保山信之さんです。これガチ調子です。あ、いいですね。めっちゃいいです。これめっちゃいい企画。それがいいの？よかんな。店に通うようになって1年余り。何でしょう、この王様が。その顔で。食事に行くことも。遅いよ。すごいって。週でも何でしょう、この丸眼鏡の伸びた君で。それなんですか。そんな言ってましたっけ。来てたよ。好きな人がいるらしい。なんとそれ、のび太くん、なんと。のび太くん、なんて。のび太くん、なんて言うんですか。のび太くん、なんでしょうか。ジャイアンのハズバンドに行ってます、あそこの。今言った。イモクスタイハズバンドちゃん。この方はハズバンド。ノーグ。福岡県の高校を卒業後、上京し、一人暮らしをしている久保山さん。高校の部活の写真で、部活引退するときにコーチからくれた。あ、そう、全然忙しくて。高校時代に取り組んだソフトテニスを大学でも続けたいと考えていました。あ、セックスがしたい、一緒に群れたい感じ。バカじゃないでしょ、これは。しかし、大学に入学した頃、緊急事態宣言が発出。久保山さんが受ける授業は、エブリバディ、許せないからマスクなんてしません。もうする必要はないんですか、何か。何自分で決定できないんでしょうか。自己決定権。ウイルスの自己決定権がないんですか、これは。バカじゃないでしょうか。タバコの自己決定権もなく、バカじゃないでしょうか。そこですよ。これが発達障害の、といわゆる診断名がついてくる。あれですか。バカじゃないんでしょうか、これは。対面での授業が再開しているものの、思うような大学生活を送ることができなかったという。岸田さんふざけないんですか。ご了承はない。就職活動があなたのせいよ。はい、岸田さん、コントロールもできない厚化粧のこと分かってるわ。やってることは岸田さん。おかまですか。はい、大和さん。バイデンさんがもういりませんと言っていますが。はあ。店長の中島さんに相談を持ちかけました。What is this? 珍しい。元気してるのに。ああね、就活ガチじゃん。すごいね、ガクチカ。ああね、その頃誓い出たことを。ガクチカ。ガクチカ。ちょっとなくて。はい、ノーウェイ。I am よく知らない人たちと。ああね、就活やめられる人だね。差をつけれない。学校に近いですか。自分と向き合ってる方が多かったと思うんだけど、久保山君は結構
とりあえず一回意見受け入れるんですよ。例えば接客の中でも、君この服似合うよって言ったら、とりあえず一回着てみる。小林君が一人ダメダメダメ、マインドコントロールしてマインドコントロール大変だ。結構いいポジションに行けるんじゃないかな。何をおっしゃってるの。はい、イエーイ。ずっと孤独だなと思っちゃうことがあるんで、妄想癖になる。喋れるけど気持ちをつかす、落ち着かせる、うん、妄想癖か。これはかっこいいと思うな。もう一つこれはかっこいいかな。はい、秘密に言わーって。若者にすればそれでいい。もう一回何でしょう。偶然こうコロナが重なって人が集まる場所、どう変わっても分かってた。おかまちゃん、おかまちゃん、おかまちゃん、おかまちゃんですよ。おかまちゃん無事、おかまちゃん無事、今後も続けます。何をこう守り抜く、何も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 、だから自分の嫌だ。さ、田中さんみたいにピチラッとこの髪でさらっと、あのニューヨークとかさらっと、ハロウィンのミッチのチチチチチチって帰ってきて、ここだけ違うって、それが分かってない。はい、ニューヨークキャップですが、何か、はい、田中です。その声を受け止める場所が今の社会に十分あるのか問われているのかもしれません。ニューヨーク支局かもしれません。では新しい情報です。来年5月の G7 広島サミットの開催に合わせ、各国